てた。現実と夢の狭間溺れかけた瞬間現れた。解体にある扉のその先へ。空を飛ぶ魚手招き蛍光色のクラゲが舞う。岩陰からメスをも光る目。突き進めば一面に宝石さん。帰りたくても帰れない。墓を黄色薄巻き。ああ言葉さえ泡となって点滅する。意識と幻答え探し限界はもうすぐそこか。ミスが幻想で溶けゆくように歪む時が刻々と過ぎ。もうやるって叫びたい気分のキャッチ。向こう開くと元凶。このまま